本家バンホーカイサードです、今回は副賞についてです。でまずですね、挑戦任務というのが新しいのが入りました。でいくつかもクリアしてるんですが、例えば QT をやれとか、デザートイーグルの武器を強化しろだとか、そういう、任務をクリアすると、例えばこれは艦長実習勲章ですかね、これをもらえたりします。あとこれはキアナの勲章ですね。でまだやってないのがいろいろあるんですけれども、パートリーエリザベートのシーンをもらえたり、成功ですね。あとは、制約のかけらをもらえ、あ、かけらじゃないですね、キャラをもらえたり、最後がブローニャの勲章です。これは手に入りやすい勲章ですね。はい。で、先ほど、このメインの勲章なんですが、いつ取れたか覚えてないぐらいなんですよね。で、1.8 で、おそらくログインか、レベルか何かを、が、クリアしていれば自然と取れたと思います。で、生命47、防御34、回心3、移動速度が 2% アップです。あとは回心が5上がりますね。この銀、これ銀狼ですよね。キアーナですか。キアーナの、なんとか勲章です。生命27、防御19、回心2。HP が50アップです。で、次、伯爵勲章ですね。これと、これ、公爵勲章。と、無限公爵勲章です。こちら3つは、有効期限があります。7日ですね。で、私みたいで、に、苦痛でギリギリ、苦痛やっといけるぐらいでしたら、まあ苦痛で終わりですけど、無限いける人だったら、まあ、無限いけるだけ強いんだよっていうふうに、まあ、マルチとかで、まあ他の人にも、示せるという感じですね。で、無限、が、生命97、防御61、回心5、関節物理非ダメージが 2.0% ダウン、全ダメージが 2.0% アップです。コレンかな。コレンは、生命防御開始はご覧の通りです。で、あと 1.5 ですね。で、苦痛は生命防御開始が以下の通りです。1.0、1.0 になってますね。で、あとはブローニャですかね。こちらの勲章は、生命45、防御65、回心4。非物理ダメージが 2% ダウンですかね。あとは防御が30アップです。で、次がですね、こちらは後回しにしますね。次、MVP 勲章ですね。こちらがですね、代表者うんぬんって書いてありますので、おそらくビリビリとかで、先端の MVP かなんかあったんですよね。そちらの出席した人がもらえたものだと思います。おそらくこれ持ってる人はほとんどいないですよね。生命104、攻撃8、防御79、回心1、全ダメージ 1.0% アップ、戦闘中 HP 上限が 1% アップです。で、こちらですね、これが無限深淵のやつよりもさらに取るの難しいものになるのではと思います。生命55、防御81、回心5、全幻想の抵抗が 3% ですかね。で、全幻想ダメージが 2.5% アップです。
で、こちらが有効、こちらも有効期限7日ですね。原始炎と、深淵と一緒ですかね。7日が期限ですので。こちらの記憶洗浄ですかね。こちらで取れるのが、先ほどの勲章になります。で、毎週、催されてるんですけれども、毎日4回できます。で、敵ですね。は、毎週変わります。で、ランクが C で始まって、倒すと B、A、S、SS になりますね。で、倒すとアイテムもらえたりします。それが洗浄方向というやつですね。はい、月光のかけらとか、あとは次元と忘れなですかね、のかけら。あと、高級技能材料ですかね。で、こちらなんですが、ですね。見てわかる通り、レベルによってランキングがあります。で、38から55のレベルと、56から69。で、70から80レベルです。で、私は、装備もひどいですし、プレイヤースキルというか、下手ですので、もうすごい一番下の方ですね。4万3000いいとかですね。で、順位が高いと、トップ50でね、50に入ると先ほどの勲章がもらえます。ですから、これ持ってたら、相当うまいってことですよね。原始炎と一緒ですけどね、両方持ってれば、トッププレイヤーっていう感じですかね。で、点数ですね、4によっても、またアイテムもらえたりします。材料ですか。材料の代わりになるようなものだと思います。ただ、レベルで分かれてますので、毎日4回できるんですが、もう私だと A で精一杯ですかね。もう S とかにはいけないと思います。装備も揃ってないとかなり難しいので、なかなか最後の、エンドコンテンツのような感じですかね。はい。以上。1.8で新しく追加された勲章でした。